さあ進もう。Thank you.
行くぜ。俺たちの勝ちだ。
ヤヤク様、化け物に襲われた神官は未だに怯え寝込んでおります。よほど怖い思いをしたのでしょう。あの化け物がいる限り、いつまでも儀式ができませぬ。怪我さえなければ化け物なぞこの手で成敗してやるのに。一刻も早くあの儀式をやらねば。ものすごい剣幕ね。何かあったのかしら。あ、客人か。すまない、見苦しいところを見せてしまったね。見たところずいぶん腕が立つようだ。名は？そうか、なるほど。少し私の話を聞いてくれぬか。この里には火の神を称えるため日野の木火山である儀式をする風習がある。里を守るには絶対に欠かせぬ儀式なのだ。先日その儀式をするために日野の木火山に神官を送ったんだが、その道中で突然化け物に襲われてね。逃げ帰ってきた神官の話では、化け物のやつは鋭い牙と爪を持ち、おぞましい姿をしていたという。本来なら私が成敗してやりたいところだが、この地に救う火竜を倒した時に怪我をしてな。今は歩くので精一杯さ。旅の者に頼むのは気が引けるが、里のため化け物を退治してくれぬか。頼む。旅の者に頼むのは気。おお、引き受けてくれるか。まずは化け物が出没した火の神。な化け物め、このグレイグが成敗してくれる。我は火の神の化身なるぞ。その腹渡八つ裂きにされたくなくば、早々に引き返せ。
里の人をいじめる悪い魔物ちゃんは私たちが懲らしめてあげるわ。さあ覚悟しなさい。な、何？一体どうしたのかしら。兄ちゃん、この人たち全然逃げないよ。どうしよう。バカ、喋っちゃダメだろ。怖がって逃げてくように、ちゃんと化け物になりきるんだよ。この人たちに見つかったじゃないか。違うもん、テバ兄ちゃんがちゃんとさっきのこと支えてくれないからだもん。 あらびっくり、怖い化け物がこんな可愛い子たちだったなんて。お前たちは里の者か。何故化け物のふりなどしていたんだ。だって、オイラたち、ヤヤク様に儀式をやらせるわけにいかないんだよ。あのね、儀式をね、止めないとね、大変なことになるんだよ。何か訳があるようじゃな。ひとまず、この子たちの話を聞いてみんか。アンちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるのかい？ねえ兄ちゃん、この人たちならサキたちのお手伝いしてくれるかも。そうだな、アンちゃんたちなら腕っぷしも強そうだし、一緒に来てくれたら心強いや。この先にオイラたちの秘密基地があるんだ。詳しいことはそこで話すよ。先に行ってるから絶対に来てね。来てくれたんだね。この方たちがさっき話してくれた人たちなの？うん、旅人のアンちゃんさ。アンちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるんだって。先ほど里の儀式をさせないために化け物のふりをしていたと言っていたな。その訳を聞かせてもらおうか。儀式をしないとみんなが困るのは分かってる。でもダメなんだ。だって儀式をしたら母ちゃんが火の神様に捧げる生贄として火山に落とされちゃうんだよ。生贄ですって？儀式ってそんな物騒なものだったの？ある日ヤヤク様がオイラたちを集めて行ったんだ。我らは火の神の怒りに触れた。捧げ物をしなくては火山が噴火し里は火の海になるだろうって。はじめは大根とかお芋をあげてたの。でも急にお日様が出なくなって食べ物が育たなくなっちゃったんだ。そうか、魔王誕生の余波がこんな遠くの地にまで。ヤヤク様は里を守るため火の神様への捧げ物を絶やさぬようにと人間を生贄に捧げると宣言しました。誰が生贄としてふさわしいか、ヤヤク様が火の神様の信託を受けて、そして私が選ばれました。生贄に選ばれた母ちゃんを
日の乃木火山へ行かせないようにオイラ必死に考えて、それで。そうか、だからあんなことをしてお前たちなりに母親を守っていたのか。私の死が里のためになるのなら生贄になる覚悟はできています。だけどこの子たちが。そんなこと言うなよ母ちゃん。里のためとかオイラには分かんないけど、母ちゃんが死ぬのは絶対嫌だ。こないだの夜、母ちゃんが儀式以外立ち入りを禁じられた火山にヤヤク様が一人登るのを見たんだって。そのことをヤヤク様に言ったら、母ちゃんは生贄に選ばれちゃったんだ。まるで見られたことを言わせないように。日の乃木火山には絶対何か秘密がある。それを暴いて母ちゃんを助けたいんだ。でもオイラだけで行くのは無理だから。うん、そういうことであったか。ではその日の乃木火山とやらに一つ様子を見に行ってみようかの。本当？ありがとう。あんちゃんたちがいれば百人力だ。これで火山の奥まで調べられるよ。この秘密基地の奥に日の乃木火山へ続いてる道があるんだ。そこから火山の中に入ってみよう。俺たちの勝ちだ。ここで行き止まりみたいだ。他に道なんてなかったし。なんだよ、何もないじゃないか。残念だったわね、テバちゃん。溶岩の火でミディアムレアに焼かれる前に早くここから出ま。あ
なんじゃこの地響きは。一体何が起こったんじゃ。地面の下から声が。アンちゃん、この下に何かいるよ。あれが人食い火竜。しかし火竜はヤヤク殿が倒したはずではなかったのか。ヤヤク様はこれを隠してたんだ。人食い火竜を退治できなかったから、こうやって隠してみんなを騙してたんだ。母ちゃんが生贄になるのも全部こいつのせいか。こうしちゃいられない。早くみんなにこのことを教えなきゃ。アンちゃん、一旦里に戻ろう。なんだてば、創造師。今大事な祈りの儀式の最中だぞ。そんなことしてる場合じゃないよ。火竜が、人食い火竜が生きていたんだよ。何を言っておるんじゃ。人食い火竜はヤヤク様が退治してくださったんじゃろうが。人食い火竜は死んでないんだ。日野の木火山の奥に隠れてるんだ。オイラこの目で見たから間違いない。貴様まさか日野の木火山に入ったのか。化け物がいるのに一体どうやって。もう参道に化け物なんて出ないよ。だってその化け物はこのオイラだったんだから。なんだと。オイラが化け物のふりをして生贄をさらったのさ。儀式なんてさせないためにね。貴様分かっているのか。儀式をせねば火の神の怒りに触れ、里は火の海になるのだぞ。うるさいこの嘘つき。今まで偉そうに英雄ぶって里の人たちを騙してたくせに。あんたは火竜を倒せなかったんだ。だから自分だけ助かるために里のみんなをカリオに売ったんだろう。火の神様が怒ってるなんて嘘っぱちさ。生贄に選ばれた人は人食いカリオの餌になって食べられるんだ。そうだよ、カリオとの戦いであんただけ助かったのも、一緒に戦ったハリマ様をカリオへの生贄にしたからじゃないのか。黙れ小僧。貴様ごときに何がわかる。
一体どういうことだ。ヤヤク様は人食い狩竜を倒したんじゃなかったのか。もし狩竜が本当に生きていたら私たちみんな食べられちゃうわ。そんなの絶対に嫌よ。静まれ皆の衆。案ずるな。人食い狩竜は我が息子ハリマが確実に仕留めた。狩竜と差し違えハリマは死んだのだ。小僧、よくも邪魔してくれたな。貴様がしていることは火の神への冒涜。このままでは里は神の裁きを受けるだろう。隠している貴様の母親の居場所を言え。さすればすぐに生贄の儀式を行い、私が火の神の怒りを鎮めてみせよう。嫌だね。誰がお前なんかに渡すもんか。母ちゃんは絶対に渡さないぞ。なんだ今の音は。まさかもしかしてこうしちゃいられない。さあアンちゃん、オイラたちも外に行ってみよう。人食い狩竜だ。人食い狩竜が出たぞ。やっぱり里を襲いに来たんだ。ひるむな皆の者。あの邪悪なる炎の化身から里を守るのだ。よし放て。もう一発。やめよ、やめてくれ。どうか、どうかこの狩竜を殺してくれるな。ヤヤク様。わかっているわ。お腹が空いているのね。この私を。だからもう里の人は。ヤヤク様が、ヤヤク様が人食い狩竜に食べられた。なんとヤヤク様が食べられてしまうとは。己、ヤヤク様の仇。放て！放て！このままじゃ、カリオに里が壊されちゃう。頼むよ、アンちゃん。あの人食いカリオを倒して。じゃないと、里が…里が…